皆さんこんにちは。7月半ば、世間は夏休み。私たちも週末を利用して2泊3日で尾道しまなみ海道へ旅行に行きました。車であれば福岡から尾道まで約5時間、運転疲れしてしまいそうなので、今回移動手段は新幹線です。博多から1時間半ほどかけて広島の福山駅まで向かいました。福山駅に到着、駅のホームに降り立つと目の前には福山城が出迎えてくれます。福山城は日本一駅から天守閣が近い城として知られているそうです。またバラの町である福山は、駅を出てすぐのタクシー乗り場にはバラの花壇があり、駅前を彩っています。駅から続いているバラロードやバラ公園など、バラを巡りながら福山を堪能することができるようです。今回バラ巡りはできませんでしたが、次回バラの綺麗な季節に行ってみたいです。レンタカーを借りました。福山駅近くでレンタカーを借りて尾道市街地へ向かいます。車だと40分弱、 JR だと乗り換えなしで20分ぐらいで尾道駅に着きます。今回は何かと車が必要そうなのでレンタカーを借りました。今からあの山の上の千光寺に行きます。ロープウェイで登っていきます。高架下を抜けると千光寺山ロープウェイ山麓駅があります。チケットを購入して山頂へ向かいます。朝の9時から夕方5時ごろまで上りも下りも15分間隔で運行しています。ロープウェイを利用せず徒歩へ山頂へ行くこともできますが、かなり急な坂が続いているため、上りはロープウェイで行くことをお勧めします。本日は千光寺山ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございます。ここは昔、山全体が聖地として修験道の修行の場だったそうです。そのため尾道には古い神社やお寺がたくさんあります。神社やお寺の上を通過するなかなか珍しいロープウェイに乗って、尾道を代表する観光スポット千光寺公園まで約3分の空中散歩。左側に見える美しい朱色のお堂が千光寺の本堂です。本堂の上を通過してしばらく進むと、もう少しで頂上。頂上にある公園には展望台もあるので、早く尾道の街並みを一望したいです。ちらりと振り返って尾道の街並みをフライング、快晴の空と相まって最高。走行しているうちに、千光寺山ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございました。まずは千光寺頂上展望台ピークへ向かいます。螺旋階段は大きなカーブを描いて展望デッキにつながっており、階段を登っていく途中も景色が楽しめます。デッキは全長63メートルほどあり、立橋のような作りになっていて、展望デッキに上がった人が誰でも視界を確保することができ、絶景を楽しめる作りになっています。快晴の空の下、尾道水道や日本遺産となっている尾道の街並みを眺めます。文学の小道を進みます。千光寺公園の山頂から続く尾道ゆかりの作家、詩人の名作が綴る静かな散歩道です。正岡子規の俳句が書いてあります。点々と続く自然石に刻まれた25の文学碑が点在しています。文学の小道を下っていくと千光寺にたどり着きます。この時期はちょうど風鈴祭りが催されており、たくさんの風鈴の音色が夏の暑さに溶け込んで心地よい気分になりました。風鈴は古代中国では風に揺られて鳴る音が魔除け、厄除けになるとされてきました。これが日本に伝わり、平安貴族たちが家に吊り下げたのが風鈴の始まりだそうです。このように山の中腹の崖にへばりつくように立っているようなお寺は珍しいですよね。尾道の街並みや瀬戸内海の島々を一望することができます。今からお昼ご飯食べに行きます。お好み焼きに行きます。
広島といえばお好み焼きでしょということで、お好み焼きの麻生さんでランチです。私はここの目玉であるカリカリ焼きにエビをトッピング、主人はカリカリ焼きに月見ネギかけをトッピングしました。やってきました。見た目からして麺がカリカリしてます。月見ネギかけのネギの量、こんだけ惜しみなくネギをかけてくれるとテンション上がります。いざ実食です。食感めっちゃいい。本当に麺がパリパリカリカリしていて、ピリ辛の麺とソースがよく合って絶品でした。近所にあったら絶対常連になります。坂道の途中に宿泊のできる複合施設ログがあります。集合住宅として昭和38年に建てられたアパートをインドの建築集団スタジオムンバイが再構築。アパートの部屋数はもともと24個あったにもかかわらず、客室はわずか6室。面積の約半分をカフェやピローティー、庭などのパブリックスペースが占めるという贅沢な建物です。今回はカフェで一休みします。温かみのあるピンクの土壁に包まれた空間はおしゃれでどこか懐かしい。自家製のレモンケーキやオリジナルのドリンクをいただいて癒されました。ここは自然光を大切にしており、店内の明かりはできるだけ少なくしているそうです。お昼と夜ではお店の雰囲気もがらりと変わるとのこと。次回はログに宿泊してバーも利用してみたいな。全国初のサイクリスト向けの複合施設としてオープンした尾道 U2。 戦時中に建てられた海運倉庫を再生し、自転車に乗ったままチェックインができ、愛車をそのまま部屋まで持ち込めるホテルも併設してあるショッピングモールです。サイクルショップはもちろん、ツールドフランスのグッズなども売っていました。サイクリング好きな父にグッズを購入しました。他にも U2 オリジナルのショップグッズや瀬戸内にゆかりのある雑貨がたくさん取り揃えられています。ブラブラ見て回るだけでもとっても楽しいですよ。尾道 U2 でいくつか自分用にお買い物をしたので、また別の動画でご紹介します。柑橘系のドリンクや食品が充実していたり、レストランやバーも併設されています。美味しそうな牡蠣のオイル漬けも見つけました。施設の海側には木の板でできたボードウォーク、ここではたくさんの船が浮かぶ一面の海景色を楽しむことができます。今日のお宿は瀬戸内海に面した鞆の浦にある右輪亭おちこち。この宿の前身は江戸時代の籠湯といい、多くの文人に愛された歴史のあるお宿だそうです。昔の建築が保存されており、それを眺めながらロビーへ案内していただきました。チェックインの際は柑橘の緑茶や手作りのお茶菓子もいただきました。ロビーからは名所鞆の浦を望むことができます。ジブリ映画崖の上のポニョの舞台となった場所です。ポーニョポーニョポーニョ魚の子。チェックインの手続きが済んだら客室へ。どの部屋もオーシャンビューの露天風呂付きです。私たちは3階、スタンダードツインルーム。襖を開けると目の前に海が広がっていて、太陽と反射して眩しいです。入って左側はシモンズ社製のベッドとマットレス、一人でゆったり寝られるサイズです。右側にはライティングデスク、そして手引きのコーヒーセットとお茶菓子も用意されています。コーヒーはオリジナルの塩待ちブレンドです。冷蔵庫の中にも旅館からのサービスということで、お水の他にアルコールや柑橘ドリンクなどをいただくことができました。チェアでくつろぎながらお部屋の中からも瀬戸内海を眺めることができます。窓からの景色はとても絵になるので、ぼーっとしていたらすぐに時間が経ってしまいそう。シーサイドデッキに出てみると、さらに綺麗に海と正面の弁天島、潜水島を一望することができます。奥の方にある潜水島へは遊覧船に乗っていくことができます。
1000人も酔ってしまうほど美しい島だそうです。パワースポットにもなっているそうですよ。今回私たちは行けませんでした。お部屋の左奥、ベッドスペースの隣に洗面所があります。蛍光灯ではなく間接照明で落ち着いた空間になっています。洗面台の両脇には男性用にポール・スチュアートのヘアトニックやシェーブローション、女性用に雪肌精のクレンジング、化粧水、乳液がボトルで備え付けられています。その他ナチュラルスキンケアブランドのタンのシャンプー、コンディショナー、ボディーソープも揃っています。電源が2つあるのがとっても助かる。歯ブラシ、ヘアブラシ、ヘアゴム、カミソリなど一通りのアメニティも綺麗な箱や袋に入って用意されていました。洗面台の隣は洗い場になっています。露天風呂に入る前にこの洗い場で髪や体を洗うことができます。洗面台にあった持ち帰り可能なミニボトルの他に、洗い場には備え付けのボディーソープ、シャンプー、コンディショナーも用意されています。そして楽しみにしていた露天風呂です。先ほどのウッドデッキに露天風呂がついています。正面と右側の扉を開けると海を見渡すことができます。食事の前に早速汗を流して気持ちよかったです。バフー。友の浦から潜水島へ渡る平成いろは丸、坂本龍馬率いる海援隊が乗り込んだ蒸気船いろは丸がモデルだとか。旅館の食事処で海を眺めながら夕食です。暑い中いろいろ歩き回ったから疲れた、お腹減った。献立は広島をはじめ瀬戸内海の食材や旬の野菜を使った美味しそうな和食のメニューが並んでいます。友の浦の名物はタイなんだそうですが、締めはこの旅館の名物のタイ釜飯です。ご飯もデザートも全部食べられるようにお腹空かせました。冷菜、グラスに入っているのが三原だこの湯引きに生姜酢ジュレがけ、お皿には鮮やかな夏野菜が並びます。オクラ豆腐や翡翠ナス、ヤングコーンなどにあんずや冬瓜のソースを絡めていただきました。お造り、地アナゴの薄造り。アナゴのお刺身は珍しいなと思ったのですが、コリコリした食感と上品な美味しい味わいに驚きました。タイガサネ、しっとりとしてタイの旨味が凝縮されています。イサキの焼き霜、油が乗ったイサキに塩をつけて食べると最高でした。窓の向こうにかわいいかわいい猫ちゃんが遊びに来てくれました。おいしいご飯を食べていることに気づいて様子を見に来たのかもしれません。あなたも今夜おいしいご飯が食べられますように。旬の一品料理、アコウの煮付け。西の方では冬のフグ、夏のアコウと言われているぐらい風物詩的なお魚だそうです。油が乗っていて根野菜にもよく合いました。おしのぎ、煮アナゴの小袖寿司とウニ寿司。煮アナゴのお寿司は巻いている広島菜が良いアクセントに、真ん中の棒はパリパリの白板昆布。瀬戸内ハモのしゃぶ鍋、こちらも夏の風物詩。お刺身でも食べられるくらい新鮮なハモを贅沢にしゃぶしゃぶにしていただきます。余談ですが、あしらいのわかめもめちゃくちゃ美味しかったです。昆布の出汁がグツグツしてきたら、ハモをしゃぶしゃぶしゃぶ。身がくるんとしたら特製の梅肉ポン酢につけていただきます。うん、身がプリッとして美味しい。和風ローストビーフ、柔らかいお肉と夏野菜を新じゃがコーンソースと山椒ソースでいただきます。名物タイ釜飯、タイがゴロゴロ入っていて贅沢な釜飯。普通に食べた後、だし茶漬けにして食べるのが最高でした。旅行2日目は友の浦の朝日からスタートです。今日のように晴れた日の朝は、朝日を受けて赤や金色になった海がキラキラ揺れてとても綺麗でした。友の浦のノスタルジックな街を包み込んでくれます。南東に海、北西に山という独特な立地が特徴の友の浦は、日の出のビュースポットとしても知られているそうです。贅沢に朝の露天風呂に浸かりながら朝日を楽しみます。そして旅館の楽しみの一つ、朝食をいただきます。和食と洋食から選ぶことができました。和食は牡蠣が入ったがんもどき、季節のフルーツ、地元のお豆腐、卵焼きや西京焼き、サラダ、そして海鮮がたっぷり入ったお味噌汁など、量もちょうどよく美味しくいただきました。
テルをチェックアウトし、今日の目的地しまなみ海道へ向かいます。今日はしまなみ海道を通って瀬戸内海の島を3つ訪れる予定です。まず最初の目的地はレモンの島、アートの島とも呼ばれる生口島。一番見どころが多そうな島なので、いろいろと観光してグルメも味わいます。一つ目のスポットは高山寺。生口島といえば高山寺と言われるほど、生口島の中では有名な観光地だそうです。この時期は夏ハス祭の時期で、お寺の至るところに綺麗なハスの花が咲いていました。夏ハス祭の時期はハスの花の写真コンテストや無料ガイド付きでハスの鑑賞もできるようです。世の母は皆観世音、花の春。ここは大阪の元実業家高山寺光蔵が母への謝恩感謝の思いを込めて建立された浄土真宗本願寺派の寺院で、母の寺とも呼ばれています。道東伽藍も西方極楽浄土を思い、奈良平安時代の浄土教の寺院をオマージュし、雲元模様や新色を取り入れ、西の日光と称されるさまざまな美しい建築美が見られるお寺です。独特の雰囲気と鮮やかな建築に目を奪われます。きらびやかな道東をバックに蓮の花、とても絵になりますね。そして高山寺には本堂の片隅に地獄へ続く入り口があります。その名も千仏堂地獄教。ここは地下霊場になっており、仏教の世界でいう地獄館と極楽館が描かれています。唐突に地獄、罪人らしき人が虐げられています。少しワクワクしてきました。350メートルほどある洞窟に約1000体の仏像が置かれているそうです。暗く湿ったトンネルの中はとても涼しくひんやりしていて、少しおどろおどろしい地獄の雰囲気を堪能できます。さらに進むと千体仏像ゾーンへ続いていきます。上下左右に360度に展開する仏像と儚げに照らす照明が何とも神秘的。地獄の後は未来、同じ敷地内にあり、高山寺博物館が芸術活動の一環として取り組んでいる未来心の丘へも行ってみます。未来心の丘は高山寺、地獄教などと合わせて高山寺博物館として1枚の入場チケットで観光可能です。広さ5000平方メートルにも及ぶ白い大理石の庭園が目の前に広がります。ここに使用されている大理石はすべて彫刻家のアトリエのあるイタリア・カッカーラで採掘し、船で運んできたのだとか。丘にそびえ立つ大小さまざまな形をしたモニュメントは、周囲の景色の形や色、光といったあらゆる自然とのバランスを考えて作られているそうです。未来心の丘に溶け込むように馴染んでいるカフェクオーレ、瀬戸田の街並みや海が一望できる場所に立っています。メニューはイタリアンがメインだそうです。未来心の丘は近年では白の世界、日本のサントリーニなどとインスタを中心に話題沸騰中だそうです。巨大な大理石の階段を上ると、この庭園で一番目立つオブジェが現れます。手を合わせたようなこのオブジェは光明の塔と名付けられています。未来心の丘の中央に位置し、一番高い場所にあることから絶景の写真スポットです。真っ白な世界越しに海と瀬戸内海の街並みを覗きながら、残りのこの旅がさらに楽しくなることを祈りました。お腹すいた、はらぺっこはらぺっこ。ランチは生口島名物のタコ料理のお店、お食事処千鳥でいただきます。昭和40年創業のお店で、高山寺の門の目の前に位置しています。ランチのメニューはタコのフルコースや天ぷら、瀬戸内のお魚を使った御膳のほかに、大正飯と言われるタコの天丼やタコ飯、タコのしゃぶしゃぶなどもあります。主人はタコしゃぶレモンとタコ飯、私はタコ天丼卵とじを注文しました。タコしゃぶレモンは生口島名物のレモンが入った爽やかな出汁にタコをしゃぶしゃぶしていただきます。タコ一切れが分厚く食べ応え抜群です。
タコ飯は味の染みたタコがたくさん入っていて、ご飯の量も多くボリューム満点です。これぞ大将飯。タコ天丼卵とじはタコの大きさに驚き、もともとまかない飯として出されていたこのメニューは今では一番の人気メニューだそうです。ランチの後はデザートにジェラートをいただきます。ここドルチェでは旬の時期に絞った地元の果物の作りたてジェラートを味わうことができます。こっちがスイカとレモン、瀬戸田のレモン。こっちが博多の塩と瀬戸田のレモン。わかりました、美味しそうです、冷たくてフルーツの爽やかなドルチェのジェラートは生口島に行った際は必ず寄ってほしいお店の一つです。海沿いを走りながら生口島の観光スポット2カ所目に移動します。長さ800メートルの白い砂浜が広がる瀬戸田サンセットビーチ。日本の名海水浴場88選にも認定された海浜スポーツ公園です。しまなみ海道サイクリングロードの中間地点でもあり、サイクリングの途中にビーチのレストランで休憩するのもおすすめです。この日は海水浴日和、たくさんの人でにぎわっていました。また生口島は島を丸ごと美術館にしようというコンセプトのもと、現代アートの作品が多く設置されています。サンセットビーチ内にも5作品が設置されており、遊び心と芸術性を兼ね備えた作品が瀬戸内海の風景に溶け込んでいます。海水浴をはじめカヤック、サップなどのマリンアクティビティのほか、キャンプやサイクリングなど年間を通して楽しむことができます。生口島にお別れを告げてお隣の因島へ向かいます。因島は村上海賊のふるさとであり、柑橘の八朔の発祥地。今回は時間がなく村上海賊についての観光はしませんでしたが、興味のある方はぜひ因島水郡城へ行ってみてください。私がこの旅で必ず買いたかったお土産、八朔屋の八朔大福。今の時期は八朔と甘夏が一緒になった八朔甘夏大福が提供されていたので、そちらを10個ほど購入しました。他にも八朔のジュースやポン酢、ゼリーなどのお土産が揃っています。購入品の紹介は別の動画でご紹介します。いただきます。ジューシー。美味しい。美味しい。みずみずしくて美味しい。甘夏と八朔のジューシーさと大福のもちもち感、白あんの甘さが絶妙にマッチして、これはもう何個でも食べれるタイプのやつ。因島の次は本日最後の目的地である向島へ車を走らせます。向島は本州尾道市街から南に尾道水道を隔てた位置にある島で、文字通り尾道の向かい側に位置します。昔ながらのレトロなお店や全国にファンを持つ人気ショップを訪れました。山の中腹をくねくねと登っていくと、尾道市が管理する施設、立花自然活用村の2階に手作りの温かみを感じるチョコレート工場兼ショップ、牛尾チョコラトルがあります。食品添加物を一切使わず、カカオ豆と砂糖のみで作られたチョコレートはカカオ本来の味を堪能できる大人の味わい。パッケージはどれもおしゃれで可愛らしい。パケ買いやお土産にも喜ばれそうです。ガーナ産のカカオを使ったチョコレートとアイスコーヒーを購入。少し舌触りのあるほんのり甘いチョコレートはコーヒーとよく合います。山の中腹にある店内からは向こうの海岸が見事に眺めることができ、開放感を覚えます。お店を出ると可愛い猫ちゃんが遊びに来ていました。
眠たそう。昭和5年創業の老舗飲料水メーカー五島高専所、昔ながらの瓶入りサイダーやジュースを製造しています。氷水で冷やしたサイダーは特別美味しそう。マルゴサイダー、マルゴサイダーとレモンの果汁レモンのサイダー買いました。いただきます。うん、美味しい。うまい。うん、美味しい。ラムネみたいな感じ。ラムネの上りや大きな扇風機など昭和レトロな雰囲気を味わいながら、冷えたサイダーで喉を潤しました。本日の宿泊先福山に移動し、夜ご飯のお店へ。旬菜美酒千鳥。瀬戸内のお魚を中心に美味しそうなメニューが並んでおり、目移りしてしまいます。あらかじめコースを予約することもできますが、気になったものをたくさん食べたいので単品で注文しました。まずはお通し、冷製茶碗蒸しやハモ寿司など、お通しから丁寧で豪華。他のお料理も期待が膨らみます。マナガツオのたたき、私の住んでいる九州ではめったに出会えないお魚です。白身ですが脂が乗っているので、炙って薬味と一緒に食べるととても美味しいです。こちらも今が旬の瀬戸内のミルク岩牡蠣、ポン酢のジュレとレモン果汁と一緒に食べると爽やか&クリーミー。とりあえず絶対にもう最高なのです。他にもたくさんいただきましたが、締めのじゃこ飯チャーハン、ちりめん山椒に梅、大葉が入った爽やかなチャーハン、お腹いっぱいなのにお箸が止まりませんでした。尾道しまなみ海道旅行3日目、最終日は初日も訪れた尾道市街地をもう少し散策することにしました。2人とも尾道の街並みが気に入って、もう一度行ってみたくなったのです。朝はゆっくり準備して駐車場の猫ちゃんをめでながらチェックアウト。今日もすっごく暑いね。お互い熱中症には気をつけよう。まずはお昼ご飯、ラーメンまたたびというお店にやってきました。ここはいわゆる尾道ラーメンとは全然違うタイプの、あっさりさっぱり優しい味のスープが特徴のようです。メニューはラーメンのほか、スパイシーナッツやネギトリ、おつまみ盛り合わせなど、お酒に合うメニューも揃ってます。さて、私が注文したのはワンタン麺に味玉トッピング、主人はチャーシュー麺に味玉トッピング。低温調理で作られた薄切りのチャーシューとあっさり醤油スープがとても合っていました。ふーん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 。ランチの後はティータイムということで、ティースタンド玄という日本茶の専門店でお茶をいただきます。店内も懐かしい雰囲気があってとてもいい感じ。おすすめの茶葉からそれぞれ気になるお茶を選びました。すさまじく急な階段を登って2階へ。ちょっとした隠れ家のようです。おばあちゃんの家に来たような、どこか落ち着く雰囲気。このお店は店主が茶葉を栽培から製造まで無肥料無農薬で作っているこだわりのお店だそうです。この日はとても暑かったので、冷茶とセットのお茶菓子をいただきました。お茶はその日のおすすめ4種類から1つ選んで、お茶菓子もいくつかある中から選べます。たい焼きが名物のようでしたが、この日は買えませんでした。私は黒米の餅でずんだ豆のあんこを包んだ珍しいお菓子をいただきました。いいとこ見つけて嬉しい、いいとこ見つけて嬉しい。続いては尾道ガウディハウス。昭和8年に建てられた木造建築で、不思議な外観から地元でも有名な旧泉家別邸、通称ガウディハウスと呼ばれています。この建築が20年余り空き家になっていたそうですが、尾道空き家プロジェクトにより今は一棟貸しの宿として再生しているそうです。急な坂の斜面に踏ん張るようにして建っている昭和初期の建築は、外観だけでも見る価値ありです。尾道は狭い路地が多いので、猫ちゃんとよく出会います。
JR 尾道駅に瀬戸内の柑橘を存分に味わえるショップ柑橘スタンドオレンジがあります。ジューススタンドとして様々な柑橘のジュースをその場でいただけます。お土産として購入できるジュースやジャム、オリジナルのアパレルなども並んでいます。看板商品のフレッシュジュースは13種類用意されていて、私はみかんのフレッシュジュース、主人はつぶつぶオレンジのスカッシュジュースをチョイス。旬の柑橘を最も美味しい状態で搾汁したジュースは、暑さとも相まってあっという間に飲み干してしまいました。夜は気まぐれスタンド代々と名前を変えて立ち飲みスタンドに変わるそうです。さあ柑橘で喉を潤したところで新幹線の駅に向かいます。2泊3日の尾道しまなみ海道旅行はいかがでしたか。尾道の歴史あるお寺やそこから見える瀬戸内海の美しい景色、レトロでのどかなキラキラ輝く鞆の浦の海、生口島にある母の寺、真っ白な世界、島ごとアートなビーチ、因島の絶品八朔大福、向こう島のおしゃれなチョコファクトリーや昭和なサイダー工場、プリップリの広島の岩牡蠣、そして運転から解放された主人の幸せそうな飲酒姿。運転お疲れ様でした。どのシーンも楽しい思い出になりました。新幹線で家路に着いた後はこの旅での購入品をご紹介しますので引き続きご覧ください。では今から尾道、鞆の浦、しまなみ海道の旅行で購入したものを紹介したいと思います。まずは食べ物のご紹介をしようと思います。一つ目は因島の八朔屋というお店で購入した八朔甘夏大福です。で、八朔屋は八朔大福っていう大福がすごく有名なんですけど、今の時期はちょっと売ってない、販売していないということだったので、今の時期に売っている八朔と甘夏が入った大福です。でこれ食べると八朔と甘夏がすごくジューシーで、甘いあんととてもよく合いました。で最初6個ぐらい購入したんですけれども、ちょっと食べてると止まらなくなりそうだったので合計で10個ぐらい購入しました。でもうほとんど食べてしまって、あと残り2個っていうところです。でこちらも同じく八朔屋で購入した因島の八朔ゼリーっていうところです。これまだ食べてないんですけれども、よくインスタとかでも見るのでちょっと買ってみました。お土産にもいくつか買ってみました。2つ目のお店が尾道駅に入っている柑橘スタンドというお店で買いました。こちら柑橘のジュースです。1つ目が、柑橘ミックスジュースということで、はるかというみかんとレモンのミックスジュースです。でこっちが白縫いストレートジュース、白縫いという銘柄の柑橘のストレートジュースです。パッケージもすごく可愛くって美味しそうです。ここ柑橘スタンドっていうのがその場でいろんな種類の柑橘のジュースを飲めたり、あとビールも出してたんですけれども、もうその場でフレッシュみかんのフレッシュジュースと、あとはつぶつぶスカッシュジュースっていうのを飲んだんですが、めっちゃ美味しかったよね。うん、美味しかった。すごく暑かったのでもうごくごくいっちゃいました。だからこのジュースも絶対美味しいだろうなと思って期待大です。3つ目が尾道のおしゃれな新名所、尾道 U2 というショップ内で買った商品のご紹介です。尾道 U2 の中には結構おしゃれなグッズとかおしゃれな食べ物がたくさんあったので、何買ったらいいか分からなかったんですけど、そこのショップにいたお姉さんにどれがおすすめか聞いて、ちょっと気になるものを買ってみました。一つ目がこれはレモン胡椒です。普通は柚子胡椒が多いかなと思うんですけど、尾道レモンが有名なので、レモン胡椒というものを買いました。レモン胡椒なので唐揚げにつけたらきっと美味しいんじゃないかということで買ってみました。はい。で2つ目が生胡椒の塩漬けになります。で私ちょっと前にお店で生胡椒を食べたんですけど、すっごく美味しくて、でもこれなかなか生胡椒って売ってなくて手に入らないだろうなって思ってたら、まさかのこのショップにあったのでもう即買いしました。これはお肉と一緒にかけたりとか、卵かけご飯にこの生胡椒を 2,3 粒かけるとすごく美味しいみたいなので、もう早く食べたいです。4つ目は鞆の浦にある鞆一商店というところで買った雲レモンケーキです。でこのレモンケーキパッケージもすごく可愛くって、もうせっかく尾道のあたりに来たのでレモンケーキは絶対買いたいなと思ってたんですが、
ちょうど美味しそうなレモンケーキがあったので買ってみました。で最後5つ目が、福山駅のお土産屋さんで買った瀬戸内レモン塩ポテトスティックです。博多の塩と瀬戸内レモン味のポテトスティック、結構酸味がありました。すっきりした感じです。次は雑貨のご紹介です。1つ目はこちら麦わら帽子です。はい、これは尾道 U2 で買った麦わら帽子です。もうすごく暑くて帽子がないと散策できなかったので、もう急遽可愛い麦わら帽子を見つけて購入しました。石田聖望さんというところの麦わら帽子です。はい、でこちらも尾道 U2 のショップで買った、これはトングですね。ちょっと形が変わっているので、これは旦那さんが欲しいということで買いました。あと最後、これは T シャツです。こちらは尾道駅にある柑橘スタンドで買った T シャツです。フレッシュジュースのところのお店ですね。表はちょっとロゴが入っててシンプルな感じなんですけど、裏はオレンジのイラストが入っていて、ちょっとおしゃれで可愛いなと思ってパジャマに着る用の T シャツで買いました。真夏の尾道はどこからともなく風鈴の音が聞こえて、昔の良き雰囲気が漂う素敵な町や島々でした。皆さんもご旅行の候補の一つにしてみてください。動画制作の励みになりますので、この動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。